タケタルクチャンネル、イエイ。今回ですね、まあ、前回紹介した漫画の作品の方はですね、まあものすごいハードボイルドなのちょっとチョイスしまして、まあ、そのあたりアニメの方もダンバインやりまして、まあぶっちゃけこれはもう男性読者がもうかぶりつきというようなタイトルばっかり選んだんで、まあ、今回はですね、まあ、少女漫画をちょっと紹介しようかなと思ってます。まあ、僕はですね、まあ、ちょっと文学とかも結構好きでして、まあ、まあ、少年漫画ってその文学的要素ないことはないんですけども、よりちょっと文学してるなって思うような漫画作品もですね、まあ、昔から少女漫画が多いんですよ。で、ヘルマン・ヘッセっていう作家が、まあ、好きでして、ドイツ文学ですね、僕自身。で、まあ、それに被験しうるほどの質を持ってるとすれば、まあ、そうですね、やっぱりですね、少女漫画だとしたら、まあ、萩尾元先生ではないかと思います。で、そこで今回はですね、まあ、萩尾元の代表作とも言える、初期の頃の代表作ですね、トーマの心臓の方をやろうと思ってます。トーマの心臓っていう作品は、まあ、基本的に1970年代においてですね、まあ、24年組と呼ばれる少女漫画の大家がですね、出てきたんですよね。竹宮慶子、山岸涼子、萩尾元とか、まあ、言われている少女漫画家になります。で、彼女らは、ちょうど手塚治虫とか、その、トキワ荘の人たちとかがですね、やった後を受けまして、出てはいるんですけども、文学的要素を持った作品であったりとか、例えば、萩尾元の場合はですね、まあ、他にいろいろ作品書いてるんですけども、まあ、11人いるなどの、SF 作品を定着させるようなことをしています。竹宮慶子は「テラエ」っていう作品で、まあ、SF を、まあ、SF 作品を書いてるんですけども、萩尾元の方がどちらかというと僕の中に SF してるイメージがありますね。特にレイ・ブラッドベリーのですね「宇宙船の宇」という作品を、漫画にしてですね、やってたのもちょっと印象的で、あとは100億の昼と1000億の、タイトル忘れちゃったんですけども、三瀬龍のですね、まあ、作品があるんですけども、そちらの方をですね、コミカライズ、されたこともありまして、まあ、どっちか言うたら、その、スターレッド、あとは銀の三角とかいう作品群も、まあ、SF してますね。僕 SF も大好きなんで、結構読むんですよ。まあ、やっぱりそういうちょっと SF 色の強い作品があったことが、まず萩尾元に入るきっかけになりました。で、その後にですね、萩尾元といえば、まあ、トーマの心臓、ポーの一族だって、まあ、皆さんおっしゃるんですよ。で、特に敬愛してた作家の夢枕獏先生がですね、萩尾元の作品がすごい好きで、ことあるごとにインタビューとかでも答えられててですね、そんなにこの人が推すんやったら一遍読んでみようと思いまして、まあ、それでトーマの心臓、文庫版当時あったんですよね。で、購入して、一遍読んでみたんですよ。そしたらね、まあ、僕は自身はですね、男性読者なんで、正直その少女漫画ってそんなにすごいのかっていう認識ぐらいですね。萩尾元自体は、いや、SF 書いててすごいなとは思ってたんですけども、まさかここまで文学作品みたいなのを、こんな、まあ、1970年代にですね、書いてて、しかも、それが単行本で言ったらたった3巻で終わってて、きっちり終わってて、プロットも完璧で、もう、読んだ後に涙が止まらなかったんですね。いうぐらいの作品がもうよく書けたもんだと。そして、少年漫画を読んでた僕自身が、なんで女子にですね、馬鹿にされたのかよくわかりましたね。はい。大体中学生ぐらいになると、まあ、女生徒の方がですね、まあ、僕が行ってた、通ってた学校ですよ。
まあ、だけじゃないと思うんですけど、割とね、みんな急に大人びるんですよね。まあ、第二次成長期とか第一次成長期とかあるんですけども、基本的に女の子の方が、大人になるのが早いんですよ。まあ、僕らは、その時にまだですね、まあ、少年漫画とかも回し読みしてまして、僕らの学校では、僕がちょっとマガジン担当やったりとかするんですけども、で、みんなでこう、買い寄ってですね、少年誌をこう、まあ、回し読みするっていうパターンで、少年誌ばっかり読んでたんですよね。で、当時僕はですね、ちょっと早熟でして、まあ、マガジンとかも読んでるんですけども、まあ、どっちかといったら小説とかもたくさん読むタイプだったんですよ。それでも、まあ、女子からしたら、何君たち、いきなり北斗の剣だとかなんだとかやってるのみたいな目で見られてるわけなんですよね。で、まあなんでそんな生温かい目で見られやなあかんねん。そんな微笑ましいことがあったんですけども。で、まあ本題に戻ります。で、なぜ、女性の方がちょっと大人びているのかっていうことが、まあ、ここではっきりわかりましたね。あと、まあ、当時ですね、僕のいてる中学生とかでも、少女漫画読んでる子がたくさんいてまして、で、僕は当時その少女漫画の面白さってのがあんまり分かってなかったので、まあなんかバカにしてたんですよね。どうせベルバラとか、まあベルバラはすごいですけどね、今読み返したら、まあ池田理代子とかの凄さが分かるんですけども、当時は分からなくて、で、なんでお前らこんなキラキラした、こんなん読んでんだよ。俺たちはな、かっこいい漫画読んでんだぜ、みたいなことを言ったんですよ。で、トーマの心臓はですね、まあ、その中でもかなり文学的な、部類に入ります。まあ、最初の方から言うと、まあ、いきなりこのタイトル論になっている、トーマっていう、まあ、ギムナジウムのアイドルですね、の少年がですね、いきなり自殺するところから入ります。つまり、タイトルロールになっている、登場人物がいきなり自殺するっていう衝撃的な、シーンから幕を開けしますね。で、そのトーマが自殺した後に、まあ、ユリス・モール・バイハンっていう、ユリ、通称ユリっていう院長がいてるんですよ。で、まあ、ドイツのギムナジウムっていうのは、基本的に宿舎なんですよ。上流階級の子弟とかが通う学校で、まあ、宿舎の中に寄宿して、親元から離れてですよ。教育を受けるっていうのが、まあ、ギムナジウムなんですけども。で、中等部じゃ高等部やね。高等部の1年生。っていうことは、14歳で、日本でいうところの、まあ、まだ中学生なんですよね。で、シュロッターベッツギムナジウムっていう、まあ、ところに通ってます。ドイツのギムナジウムの。そして、14歳の、ユーリーの1歳下がちょうど、トーマという、まあ、ここの、この人ですね。が、まあ、いきなり自殺したと。で、まあ、いきなり校長の弔辞から始まって、まあ、ユーリーがですね、まあ、墓地に向かうと。で、墓地に向かって、まあ、何やら、こう、衣装みたいなものがですね、ユーリーに、当てられて、当てられていたと。で、その衣装にはですね、ユリス・モールへ、これが僕の愛、これが僕のっていうふうな、文面が書かれてるんですよね。つまり、ユーリーはですね、これは、自殺、事故ではなく自殺だということが、まあ、校長は事故と言ってるんですけども、まあ、感づくわけです。で、まあ、そのことをですね、ユーリー自身は、なるべく隠そうとしますね。ものすごく動揺するし、その同室に、まあ、住んでいる、まあ、オスカーライザーも、わかるぐらい動揺してても、まあ、投稿する頃にはもう、平静を装っていると、まあ、実にこの、院長らしい人なんですよ。ユーリっていう人はですね。で、まあ、トーマ自身が、自殺したことを隠そうとします。そして墓地に向かって、そのトーマのですね、書いた、その、まあ、遺書と見られる、便箋を破るんですよね。破って、まあ、トーマと決別しようとするんですよ。すると、その墓地の斜め横ぐらいからですね、まあ、トーマとそっくりの、
登場人物がいきなり現れます。彼がですね、エーリク・フリューリンクという、少年です。こっちのエーリクの方は、ユーリと同い年で14歳になりますね。で、まあ、いきなりトーマ・ベルナを見たというふうに、まあ、思い込むぐらい、容姿が売り二つです。つまり、汎用元の漫画における、まあ、双子的な表現。実際にこの、前身の作品であるこの11月のキムナジウムでは、トーマとエーリックというのは双子扱いされていました。まあ、つまりですね、まあ、双子みたいなそっくりさんが、まあ、決別しようとしてね、先に現れる。ということからまず始まります。そして、まあ、トーマそのもののエーリックに対してユーリは、トーマ・ベルナを知っているかといきなり、エーリックに尋ねます。まあ、ところが、まあ、エーリックの方は、まあ、転校してきたばっかりなんで何を言ってんだこいつみたいな状態になるんですよね。で、まあ、そんなやつ知らんということははっきり言うわけです。ユーリっていう人が、まあ、キーパーソンになるんですよ。で、トーマというのは、まあ、序盤で死んじゃうんですけども、まあ、基本的にファムファタル的な、まあ、位置づけに。なぜトーマが死んだのかっていうこと自体が、最大のミステリーになってます。序盤の伏線として、まあ、陸橋から足を滑り落ちて死んだって言ってるけども、基本的に自殺やったと。で、まあ、それには遺書らしきものがあった。ただ、ユーリは、その遺書の意味がわからないんですよね。なんか紙片を書いて送りつけられてるというふうな印象しかありません。これが後にまあ、プロット。見事なプロットにつながるんですけども、そしてですね、まあ、一応院長なんで、まあ、ユーリは一応エーリクの面倒を見ることになるんですよね。まあ、エーリクはですね、まあ、ユーリをすごく観察するんですよね。まあ、エーリク・フリューリンクはですね、母親が再婚するの当てつけに、まあ、ギムナジウムに入って離れようとして、まあ、行ったんですよ。という、まあ、蝶がつくほどのマザコン少年なんですよね。で、まあ、そのマザコンがですね、まあ、基本的に、まあ、なんで俺がこんなとこ来なきゃいけないんだっていうふうな雰囲気で、まあ、やんちゃな人なんですよ。で、トーマっていうのは対照的におとなしい、まあ、少年だったので、まあ、ユーリとそういうふうにしてぶつかり合うっていうふうなイメージはないです。まあ、しかし、エーリックは、そのユーリと、まあ、ぶつかり合うことが多く、で、さらに、まあ、ユーリはですね、今度こそ完全に消滅させるっていうふうな言い方をしてですね、エーリックに対して殺害予告までしちゃいます。つまり、トーマの影をちらつかせるエーリックのことを疎ましく思ってるわけですね。しかし、表向きはやっぱり委員長なので、まあ、面倒を見てるっていうふうな構図になってます。そして、そういうふうな、付き合い方をしている、まあ、ユーリに対してですね、エーリクは鋭い人物観察眼を発揮します。つまり、オスカーにですね、まあ、はっきり言うんですよね。まあ、まあ、彼本当に分かってんじゃないよと。どういうことかというと、友達付き合いしててもなんか一線引いてたりとか、周りはまあ、ユーリのことをですね、慕っている、まあ、友人たちが多いんですけども、ユーリは決して、彼らの輪の中に本当に溶け込んでるわけでもないと。当たり障りのない態度で、まあ、むしろ遠ざけてるんじゃないかっていうことを、まあ、まあ、言うわけなんですよ。いきなりですね、まあ、会ったばっかりで、そこまでの観察眼を発揮するってなかなかできないことなんで、まあ、オスカーは、その発言に、まあ、びっくりします。はい、そして、ユーリとオスカーの間に、まあ、よくない噂が流れると。んで、車間部屋の二人部屋からオスカーは後頭部の六人部屋に移り、代わりに、まあ、エーリクが、ユーリと同室になるんですよね。で、まあ、殺害予告までされてるやつに同室になりたかないという、いうのめっちゃ嫌がるんですけども、基本的にですね、まあ、もうそんな、言い分が通用するわけなくは、まあ、車間室に入ると。まあ、そして、エリコはですね、まあ、はっきり言います。表向きは立派な院長で、親衛隊のリベア・アダムになって、君の、ことで、ハルベルトと喧嘩するぐらい君のこと尊敬してるのに、その実体裁作ろうって、君はみんなをごまかしてるんじゃないかと言いますね。まあ、まあ、その通りなんですよね。だから、ユーリはですね、反論できません。
で2巻の、まあ、ここにあの僕のブログなんですけどもであるようにあの18ページでその言葉を聞いて、まあ、うなだれるユリというのがありまして、まあ、ユリには反論のしようがありません。あのなんでか言うたら、まあ、それほんまのことなんですよね。でなんでユリがそんな風になったのかっていうことが、まあ、このシーンであの読者にあの深い疑問をもたらすことになります。あのつまりですね、まあ、単純に嫌なやつっていうあの位置づけからですね、あの徐々にあのユリという人物の複雑性が垣間見えるようになりますね。まあ、そしてあのエリコの母親がですね、まあ、あの交通事故で亡くなったという連絡が入ります。まあ、ないですね、まあ、無断でケルンの家に帰宅し追いかけてきたユリと共に学校に帰ることになると、まあ、その途中で、まあ、ユリの実家に泊まることになると。そしてあのユリ のおばあさんっていう人と会いますね。このおばあさんが一番ちょっと問題のある人で、まあ、あの娘、まあ、あの娘言うたらそのユリの母親なんですけども、まあ、そのユリの母親と、まあ、ギリシャ系ドイツ人 のユリの父親と の結婚に反対してたと。まあ、どういうことかというと、ちょっとあのギリシャ系のドイツ人なんで、もともとそのギリシャの血があのお父さんの方に入っていると。なんであのちょっと告発とかはその、ユリの告発とかはですね、まあ、あの父親の、まあ、遺伝子が入ってるからなんですよね。で、まあ、そのことに対してですね、まあ、ものすごい差別意識をあの祖母が持ってまして、であの事業にあの失敗しました。あのユリの親父さんが、でその負債を肩代わりした祖母から、まあ、あのユリは疎まれているということです。まあ、あの要はですね、あのユリが貧困法制であらなければならないというのは、まずあのこの南方の血を持つ養子ゆえの、まあ、コンプレックスがあります。つまり、ユリという人はあの真面目にしなきゃいけない立場っていうのがまずあって、それをものすごく自分にあの規制してあの生活してると。で、まあ、つまりあの第二次成長期とか第一次成長期第二次成長期とかにおける、まあ、あの反抗心って出てくるじゃないですか。あのそういうことを抑えつけてしまってるんで、まあ、ものすごく内圧が高い。まあ、あのつまりあのユリの性格に関しては、まあ、この祖母がものすごく影響してるんじゃないかと、まず1個目あります。まあ、あのそしてですね、まあ、もう一つの、まあ、要因となっているのが、その1年前のイースターあの復活祭ですね、である事件にあって、そのせいで心を閉ざしてしまった。そしてあのユリの実家に帰る途中で、その事件の首謀者である、サイフリートと出会うということが、まあ、あのユリの内面の影について、ほのめかされている。まあ、そしてあのユリはですね、あのエリコを励まします。エリコは元気を取り戻し、義務なジムに戻ると。まあ、そしてあのユリもそんな明るいエリコに釣られてですね、元の性格に戻ったように笑うようになったと。まあ、そして、そのサイフリートに会ったっていうことをですね、まあ、あのエリコはですね、オスカーに話します。で、あのオスカーの実の父親が、その実はミラー校長だったということを、あのそのとこ行きに感じます。これはですね、訪問者と呼ばれる、まあ、後にあの、まあ、中期グローブですね、に書かれたあの半行元の作品がありまして、こちらであのその話に関してはあの詳細があります。これはまあ、あの言ってみたら、そのトーマの心臓のスピンオフなんですけども、あの、ミンマクラバクさんはですね、あのミンマクラバクはですね、こちらの作品をとても気に入ってて、まあ、あの紹介されてましたね。そして、問題なのは、ルネッサンスとヒューマニズムっていう、まあ、あの図書室にあった本ですね。まあ、これを読んで、あの九段のこのサイフリートがですね、まあ、すごい論文を書いたっていうのがあって、まあ、図書室の本、まあ、ルネサンスのヒューマニズムという本の中に、あのトーマがですね、まあ、ユリへの思いを綴ったあの詩をあの入れていた。そして、エイリクは、ユリに惹かれていることを自覚、していく。あのエイリクがそのことを発見して、まあ、誰かがあの、まあユリに、まあ、焦がれていると、まあ、この辺ちょっと男性にはちょっと分かりづらいんですよね。あのぶっちゃけですね、あの野郎にはですね、この辺はちょっとやっぱりね、僕もね、あの分からないんです。
ですよね。あのつまり、ものすごく僕ってあのノーマルな人なんで、この辺のまああのところはですね、まああのまあ少女漫画やからかなとか思ったりとか、まああのまあ実際そんなあの寄宿舎とか入ったことないからさっぱりわからない世界ではあります。まあただ詩編の中にはですね、まああのトーマがですね、ユーリに対して思っていることを、まあ、熱烈な詩ですね、それが書かれていると、その時にかなりあの美しい描写で、まあ、小回りで書かれていますね。このシーン読んだ時にですね、思ったのがですね、やっぱりこの少年漫画と少女漫画ってやっぱり全然違うなと思いましたね。だってあの少年漫画 その恋愛ものとかはですね、表現がここまで柔らかくないんですよ。かつ美しいっていうのも装飾気味にはやってない、まあ基本的にですね、少女漫画を、まあ、本格的に、まあ、読み始めたりしたら文法が違うことははっきりしてます。特に小回りなんかも、小回りとかその目の描き方とか、まあ、例えば服の描き方一つとっても少女漫画と少年漫画やったら全然文法が違うんですよね。でもう一つ言うと、やっぱりその詩の内容的なものも、まあ、ちょっとヘッセンに近いで、エーリックは、本の詩をトーマが書いたことを知り、自分と同じ顔の少年がトーマユーリにですね拒絶されていたことを知って、エーリックはこの、まあ、それは自分と同じ顔のやつですからね。そしてその時にですね、まあ、エーリックの母親の婚約者であるそのユーリ、ユーリシド・シュバルツ、最初に気に食わないユーリって名前っていうふうに言ったのがですね、あ、まあ、実はこの、まあ、養父である、養父っちゅうかな、まあ、母親の婚約者であるそのユーリが気に入らんかったからっていう話なんですけども、しかし、エーリックを引き取りに、近隣のジムでもわざわざ訪れると。そして、ユーリシドは、まあ、エーリックの母親、マリエと住む予定だった、ボーデンの湖畔でエーリックと暮らそうとしますね。で、湖畔にてっていう、湖畔のアトリエというですね、まあ、これもまたヘッセの作品なんですけども、思い出しました。で、エイリクと暮らすつもりだと話します。そしてエイリクは、信頼を得た友人があるからしばらく学校に残ると言います。で、ユーリは、ユーリ指導を、待てて、ユーリ指導をエイリクは養父として認めます。そして、エイリクはユーリに告白し、学校に残ることを宣言します。はい、ここまでが、まあ、中盤までの流れになります。まあ、今回はですね、まあ、この前編ということで、まあ、反響元についてちょっと語ったりとか、まあ、中盤までのストーリーに関してちょっと解説してみたんですけども、まあ、1巻からその2巻の途中までですね、十分にちょっと引き込まれるプロットがありますね。最初のうちは、まず、エーリック視点で物事が進んでいくので、まあ、ユリという人間のその複雑性、委員長としてその勤勉にやっていかないいけないので、トーマの影を引きずっているエイリクに対して本当はあんまり付き合いたくないというか、あんまり接触したくないのに、まあ、委員長やから親切にするっていう、この二面性がはっきり書かれていますね。それとまあ、友人に対するその信頼関係が実は薄っぺらなものであり、まあ、そのことを本質的に見抜いたエイリクの軽眼と同室 そのオスカーがまあ、ユーリをかなり気にかけている様子がよくわかります。まあ、この作品って基本的に登場してくるのはですね、まず14歳の、まあ、少年ばっかりなんですけども、まあ、ウェットすぎない、まあ、ウェットな話ではあるんですけど、いきなり処理のされ方がかなり当事者であるそのユーリにしてもオスカーにしても序盤はそのドライに見える。でも実はそんなことでは全然なくて、特にユーリにとっては深い傷跡を残し、まあ、オスカーにとっても衝撃的であったと。そして同じ顔って転校してきたエイリクにとってはトーマの影が常につきまとうことになります。まあ、ウェットな雰囲気で流されることなく、かつこの死に関する疑問がまず最初に出てくる。で、まあ、いきなりこのタイトルロールの人がなんで亡くなったのかという謎から、まあ、視点が徐々にこうユーリに対するその視点が深くなっていけば、今度はそのユーリに対するその疑問が膨れ上がってきます。つまり、まずまだアンサーが出てない状態で、まず疑問符が2つ出てくるんですよね、大きく。
この2つというのは、つまりそのユーリがなぜそういう性格になっているのか、そしてトーマがなぜ自殺したのか、しかもその自殺の理由が、まあ、単なるその恋愛のもつれとかそういうものではどうやらないんではないかということもですね、まあ、徐々にこう分かってくるということが、まあ、二層構造になってきます。まあ、そして中盤以降の謎につながっていくんですけども、この辺のプロットが本当に秀逸なんですよね。まあ、というわけで今回はですね、まあ、トーマの心臓、前編ということで、中盤までやってみました。まあ、ツイッターとかもやってますので、よければフォローお願いします。そしてですね、まあ、このチャンネルの登録もしくはよかったなと思ったらいいねボタンを押してください。まあ、後編についてはですね、まあ、ちょっと後編の方を、まあ、今回ちょっと結構真面目なんですけども、まあ、真面目に、やろうと思ってます。はい、というわけで、今回武田六でした。ありがとうございました。